本日は渦中のドンキー西村さんに突撃インタビューを行ってみたいと思います。今回ドンキー西村さんはラジオ番組の放送中とんでもない発言を行ったということで、あ、ドンキーさん来られたので行ってみたいと思います。ドンキーさん、ドンキーさん、あ、お疲れ様です。ちょっとお話をよろしいですか。お疲れ様です。いいですか、ドンキーさん、はい、今回、はい、9月20日の放送分で、はい、とんでもない発言をなさったということなんですが、これ撮ってるんですか。撮ってます。もしあれでしたら止めますけども大丈夫ですか。発言があったと。発言って何ですか。9月20日の放送で、はい、とんでもない発言があったというふうにお伺いしてるんですけども、いや、あんまり僕そう、あんまり記憶ないんですけど、こっちは確かな情報筋から、はい、僕あんまりオンエアで喋ったことあんまり覚えてないんですよ。今回の件に関してなんですけども、はい、これどのような責任を。ドキさん、ちょっとかわいい、白くなってます。すいません、最後まで話を聞き出すことができませんでした。詳しくは番組をお聞きください。9月20日夜9時 WBS 和歌山放送ミュージックガレージ、お楽しみに。